皆さんこんこにちはペルディスタ小澤です。今日は今朝行われましたラリーがサンタンデル第4節、レアル・マドリーとセルタの一戦についてお話ししたいと思います。えー、今季はまだ中継担当した後のレビュー動画は確か上げてなかったのですいません、サボってしまいましてということですけれども、まあ、今回は えー、ベルナベオに久々にラリーがマドリーの試合が戻ってきましたという、ね、記念すべきゲームでしたから560日ぶり2020年3月1日のエル・クラシコ以来となりますベルナベオでのマドリーのホームゲームとなりました、まあ、思い起こせばあのエル・クラシコは、えー、ビニシウスとマリアノのゴールで2-0で勝利をし ね、ヘルクラシコで勝利をしたのでいい流れでいくかなと思いきやアウェーのベティスにコロッと負けるみたいなマドリーでしたけれども、まあ、そこでスペイン国内で緊急事態宣言が出されてしまい今ロックダウンがかかってフットボールも止まってということで、まあ、3ヶ月ほど、ね、ラリーがも止まってしまいましたけれども結果的に再開後11試合あった中で10連勝マドリーがしてジダン監督が、まあ、ベルナベーではなくバルデベバス練習場で ねえー、優勝を決めたというようなシーズンで終わりましたし、まあ、ロックダウンはかかったということで、えーまあ、そのタイミングをうまく生かそうというマドリーの素早い決断でベルナベウの改修工事リフォームが急ピッチで着々と進められていたということで、えー、現状では2022年の12月、まあ、カタールワールドカップが終わるタイミングで、まあ、来年は、ねえー、11月12月がワールドカップが入ってくるタイミングになりますので、まあ、その間で最終的に完成させるというベルナベウですけれども。 まあこのタイミングでまだ工事はね完成しておりませんけれども屋根がまだなかったりしますがまあやはりホームはホームですからえ選手たちの躍動感それから何といってもやっぱりねこうマドリディスタファンサポーターの感テいう歌声や声援、拍手ブーイングも含めてですね、生き物としてのフットボールベルナベウが戻ってきたなというような試合になりました。 まあこの第4節からはラリーが入れていいところではマックス60%の収容 OK ということで出てますけれどもまだねベルナベウは工事も完成してませんので60%は入れられないということでまあ当初2300から500のお客さんを入れるマックスでというところでしたがまあ結果的に後半始まっての。 人数は1万9,874名のお客さんが来たということで、まあ、2万人は切りましたが約2万人のお客さんが来たということで、まあ、試合前、実はこれ、ダーンで、ね、できればクラシさんとも話してたんですが、まあ、やっぱり3分前、5分前からやりたかったですねっていう意味では。 95年から2000年までマドリーノ会長を務めになったロレンソ・サンツ会長が、まあ、昨年 COVID-19 によってお亡くなりになりましたと、まあ、その当時の、えーね、レギュラーメンバーたちが、まあ、勢揃いしたと、まあ、ミヤトビッチであったりモリエンテスイエロー・サンチス、まあ、グティいろんなそういう、ね、カシージャスもいましたね、えーそのまあ、ペアになってその当時取ったタイトルを持ってくるみたいなところと あとはまあサンツファミリー、フェルナンド・サンツ、えー、息子さんも、ね、マドリーでプレーしましたし、マラナガなんかでもクラブの経営に、ね、引退後関わってましたし、まあ、そういうサンツファミリーにも、えー、ピッチに降りてきてもらってのセレモニーはなんか素晴らしいなと、まあ、改めてマドリーの、ねえー、クラブとしての歴史、核を感じるなと、やっぱり会長これだけ、えー、忍ぶことができるのはさすがだなというような、まあねえー、ベルナベウのスタンドの お客さんからやっぱり涙も見えましたし、なんかそういうセレモニーはね、できれば中継に入れてほしかったなというところは、まあ、個人的な担当者として、解説者としては思いましたけれども、まあ、残念ながらね、そこがない形では始まってしまいましたが、そういうセレモニーもありましたということですので、まあ、ちょっと試合の話のね、前に前提がかなり長くなりましたが、改めて両チームのスタメン確認してから試合について語りたいと思います。 はい、左、マドリー、白、えー、右、実際はね、赤と白の縦島でしたけれども、えー、ここで青で、えー、セルターを作ってます、えー。マドリーのスタメンからいきましょうか、まあ。この試合もやっぱり代表ウィーク明けということで、主力選手でいうと、アラバ、ベイル、それからヨビッチも一兆円でということで、えー、欠場、それから、まあ、シーズン初めから欠場しているクロースとセバージョスもいませんという中で、まあ、特にディフェンスラインの台所事情はまだ苦しいなと。 まあマルセロ戻ってきて、一応メンディも復帰間近ということでしたが、この試合は、えー、ミゲル・グティエレス・カンテラノが35番ね、えー、が先発となりました。ゴールキーパーからいきましょう、クルトは右からカルバハル、ミリトン・ナチョのセンターバック、ミゲル・グティエレスが左のラテラルですね。でまあ、この試合は433というよりも実質的には442でしたので、この表記にしています。カゼミーロとモドリッチの WP、まあ、ーテ的な、えー、配置で、バルベルデが右。 左にビニシウス、ベンゼマとアザールの2、まあ、トップですねで。一方のセルタですけれども、まあ、セルタもまあ代表で、ね、特に南米の選手でレナト・タピア、うん、それからまあメキシコ代表のアラオホなんかが、えー、相当消耗して帰ってきて、まあ、特に長旅という、ね、時差も含めてですけれども、タピアの消耗があったので、まあ、後半、前半のみの出場にタピアはなりましたし、まあ、そういう意味でセルタもけ、ね、が、えーまあ、人は今、えー、いないスカットでやれてますけれども。 えー、なかなか先発を組むのは難しかったんじゃないかな、コーデ監督という中で言うと、えー、ゴールキーパーディトゥーロ、えー、ディフェンスラインフォーバックでウーゴ・マジョ、アラウホ、それからムリジョが、まあ今シーズンも、えー、サンプトリアからローンで入ってきて、これで3回目のローンになりますね。まあそして昨シーズン、えー、ウエスカで岡崎慎嗣とともに躍動した、えー、ハビガランが左のラテラルにいます。 えー、セルタは昨シーズンのコーデ監督、途中就任以降は、えー、4ォ4 − 2それから中盤は菱し形という、ね、特殊な、えー、システム、まあ、4 1 3 2と言っていいかもしれませんけれども、タピアがそこにいて、ブライス・メンデスと、まあ、この試合はノリートではなくてセルビが初先発になりました、ベンフィカから加入した、えー、アルゼンチンの選手ですね、デニス・サレスがトップした。 サンティミナとヒアゴ・アスパスのツートップは変わらずということで、まあ当然、セルタのシステム布人が特殊ですんで、まあオサスナなんかもうまくこういうところとか、まああとセルタはかなりね、えー、ビルドアップの時にセンターバックが開いてタピアが入ってくるんで、まあこの3人での配球のところでうまく引っ掛けると、えー、相手からするとカウンターを打ちやすいみたいな構造がありますので、まあそういうところは、えー、かなり ラリーガのチームはもうスカウティングで狙ってきてるなっていうのはこの3節見てもありましたので、まあ、だからこそセルトはこの試合前まだ1分け2敗ということでおさすなと引き分け、まあ、開幕のアトレティコでマドリには敗れ前節アトレティッククルーブにも敗れてると、まあ、この試合でも敗れてしまったということで。 まあ、昨シーズンから引き続き、えー、継続路線で、えー、攻撃的なサッカーはしてるんですが、まあちょっと相手にかなりこのシステムの、えー、ウィークを疲れやすくなってるなというところは見えましたし、まあ、まあ、そこはこの試合の間取りも、えー、まあだいぶね、ビニシウスが、えー、ゴールキーパーからのボール一発で、えー、ダイアゴナルランで洗うこの背後を狙うみたいなところで出てましたんで、まあその辺はかなりアンチロッティ監督も分析したんではないかなというふうには思いますので、えー、見応えのある試合になったとは思います。 はい。試合の内容をね、長く語ると語りすぎてしまうので、時間もかなり経過してしまうので、簡単にまとめたいと思いますけれども、まあ前半は、まあ特に入りのところでセルタが、えー、4-4-2のプレッシングがうまくはまり、まあ特にね、2センターバックと、それから、まあデニス・サレストップ下が風見色を捕まえるということで、まあマドリーもかなり詰まったビルドアップをせざるを得なかったと、まあそこに対して、まあセルタのシステム上ね、当然、 マドリーノサイドバックが浮いてくるんですが、まあ、それとは思い切ってえ中盤のインテルオール、えー、ブライス・メンデス・セルビがえマドリーノ、ね、サイドバックまでジャンプして捕まえに行くみたいなプレッシングしてましたので、まあ、そこで引っ掛けて快走走ね。 えー、ミゲル・グテーレスの、まあ、中へのボールを引っ掛けてそこから一気に、ね、カウンターで持っていってサンティ・ミナが、えー、先制点を奪ったと、まあ、マドリービルドアップのミスのところでいうともう1本ミスもしましたしね、まあ、そういう意味ではマドリーらしくない入りをして、まあ、前半は12でセルタリードで終えましたと、まあ、ただ後半に入ると、まあ、マドリーが、まあ、特に攻撃陣、まあ、特にその中でもベンズマビニシウスの格の違いが出たなというところでいうと まあ46分に、まあそこはミゲルグティエレスのね、クロスの質高かったなと思いますけれども、ベンゼマの、えー、ヘディングでのゴラストさすがでしたし、まあそれ以降はビニシウス祭りになりましたがね。まあもう左で受けて、えー、とにかく1対1でぶっちぎる、剥がす。まあ今期はね、もう開幕から2試合で3ゴールも奪っていたビニシウスで、まあちょっと決定機、シュートの精度のところでのかなりね、向上レベルアップが見られるなという中での開幕でしたけれども、 まあここでもえ55分ベンゼマからのボールをねまあやっぱりディフェンスラインの背後で抜けて受けてでシュートのところでの落ち着いたまあプレー選択というところでいうとまあ若干スピード落としてねゴールキーパーの位置それからねゴールに対してのシュートのコースを選びながら落ち着いて決めてますのでまあ,ああいうところ本当に焦らなくなったなよく見えてるなというところは感じますので。 え、これで早くもね、2-3、4ゴール。そしてまあ結果的にこの試合はね、ベンゼマがハットトリックしましたので、えー、ラリーガの全体で見ても5ゴールでピチチになったんですけれども、まあやっぱりちょっとベンゼマ、ビニシウス、まあマドリーノ433でいうともうここは、えー、完全にレギュラーとして確定かな。まあ、特にビニシウスが、まあアザール・ベイルが、ね、なかなかコンディションが、まあもちろん昨シーズンとか、 と比べるといいんですけれども、開、ま、幕、あ、からの4試合を見ると、ちょっとビニシウスはまあもうね完全にレギュラー扱いでいいんじゃないかなというところは感じますし、まあ、そしてもう一つ忘れていけないトピックは、この試合ね、移、え、籍、ー、史上ギリギリに加入したフランス代表。 フランス代表18歳のカマビンガが、えー、デビューいきなりゴールということで、まあそこはね、モドリッチのドリブルからのアウトサイドの得意のシュート、まあ、ただ、そのこぼれ玉をよく詰めてましたというところはありますし、えーまあ、彼にとってはね、メモリアルゴールになったと思いますし、まあ、ゴール以上に彼のプレーで驚いたのはコースでかなり、えーね、ボールに近い、えー、距離で、えー、距離感を保ちながらプレーできる選手なんだなと、まあ、ポジショニングそれからまあもちろんそれをね カバーできる走力、スプリント力っていうところでは、まあ、やっぱりバルベレで同様にヨーロッパの戦いになったらこの選手は使いたいなというふうには見えましたので、まあ、当然ね徐々に慣らしていくと思いますし今後クロスが戻ってくるとか、ねまあ、もちろんモドリッチも、ね、素晴らしいパフォーマンスでしたし。 えー、すぐにレギュラー、絶対的にはレギュラーとはなれないと思いますけれども、やっぱりね、期待されて入ってきただけのタレントではないかなというところはありますので、えーまあ、風見色の大役というよりはやはりインテリオールの、その中でも右のインテリオールがいいのかなというふうな感じには見えましたので、まあ、非常に得点力もね、いきなり結果を出して示しましたので、期待したいなというふうには思います。 5−2 解消とはいええー、やはり2点を失った前半、まあ、ビルドアップのところでミスは出ましたが、まあ、やっぱり4四4 2のオーガナイズで前線のツートップのところでほぼプレッシャーかからずに、まあ、4四4のブロックで、ねえーまあ、ビタビキして、まあ、その中でも結構ライン間空いてきてボールドホルダーがノープレッシャーなんで普通に縦パス刺されるなみたいなところは、まあ、やっぱり気にはなりましたし、まあ、そこがアンチロッティ監督どう、ね、修正していくのかなそしてアラバーは、ね、この試合いませんでしたので、まあ、アラバーが入ってきたらもっとね アグレッシブでダイナミックなプレッシングもかけていくのかもしれませんが、まあ、そのあたりは、ねえー、早速チャンピオンズリーグ第1節はインテルとアウェーゲームありますので、えー、今週また楽しみに見ていきたいと思います。えー、今週末はラリーガサンタンデルの第5節は皆さんぜひ覚えておいてください。バレンシアとの首位1位に対決がありますので、えー、我がバレンシアも胸を借りるつもりで間取りに、ね、挑んでいきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。アサラアプロクシマ